百七、身を知る雨。昔、あてなる男ありけり、その男の元なりける人を、内気にありける藤原の俊之という人呼ばいけり、されど若ければ、文夫も差を差しからず、言葉も言い知らず、言わんや歌は読まざりければ、かの主なる人、案を書きて、 書かせてやりけり、目でまどいにけり。さて、男の読める。つれづれの、長めにまさる、涙がは、袖のみひちて、会うよしもなし。返し、例の男、女に変わりて。あさみこそ、袖はひつらめ、涙がは、見さえながると、聞かば頼まん、と、 家りければ、男、糸、糸をめでて、今まで巻きて不箱に入れてありなんというなる。男、ふみ起こせたり、得て後のことなりけり。雨の降りぬべきになん、見わずらいはべる。見幸いあらば、この雨は降らじ。と、えりければ、例の男、女に代わりて、 読みてやらす。数々に思い思わず問いがたみ、身を知る雨は降りぞまされる。と読みてやれりければ、みのも傘も取りあえで、とどに濡れて惑い気にけり。